まあ、そこはダンスの学校とか、まあ、教室ですね。ダンス教室とか、いろんな教室なんですけど、はい、ダンス教室とか、ちょっと子供なんですよ。まあ、本当子供の。これは怖い。なるほどね。何これ。まあ、もう人気が全くない。怖いの顔。ニハオ、オハオ、ダジャハオ、キムソンです。今日は、まあ、以前撮った、中国経済光と影というの、光の部分を撮ったんですけど、今日はその影の部分を撮りたいと思います。ここはですね、まあ、今ショッピングモールの前にいるんですけど、なぜ僕このショッピングモールに来てるかというと、かなりゴーストタウン化してます。コロナ後にどういうこう経済の変化が起きたかっていうのを、まあ、ショッピングモールを通じてちょっとこう見ていきたいと思います。じゃあ行きましょう。ここショッピングモールの入り口です。ちょっと中入ってみます。このようにですね、ガラーンとしてます。ここにまあ店舗、ここは結構大きい会社のまあ内装会社なんですけど、インテリア設計会社なんですけど、ここ以外、この階見てください。全部シャッター閉まってます。シャッター外からしてますね。あれはロボットある。これロボット、ポツンとねロボットが立ってる。わっかだ。あ、店が作詞、店が出てきた。在地へ。反応なし。え、あれ在地への反応あるよ。 Hello。 あ、そうだね。 It's me。 じゃあちょっと行ってみようか。ここがインフォメーションセンターみたいな感じですけど、もう誰もいない。あ、そうそう。あ、中に人いたわ。中に人いたわ。受付の方じゃないけど。まあ、中には涼しいですね。まあ、中涼しいんで、基本的に重慶って暑いんで、夏はねこういうショッピングモールに来てみんな涼むんですよ。まあ、あの方もレセプションでこう涼まれてる感じですね。でこことかも、これもともと多分あるか服屋さん。衣服店。いや、見えない。見えないな、うん、こういうところもう全部閉まってます。でここは塾ですね。でまあこの中で授業を受けるっていう感じですかね。まあなんかインターネット塾なんかな、なんかちょっと僕もよくわかんないですけど。メス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 。やばい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 。かわいい。ちょっと上行ってみようか。はい。まあもちろんですね、エスカレーター全部止まってます。上上がってきたんですけど、ダンス教室とか結構子供の遊び場とかが多いんですけど、ここも全部閉まってますね。黒い？暗いな。まあ本当子供の遊び場みたいな感じなんですけど、こっちもそうですね。うわ、怖っ。うわぁ。うわ、怖っ。くそ。うわぁ。ちょっと、入る見て。怖っ、これ。これは怖い。なにこれ。なにこれ。怖いわ、これ。じゃあ、こっちはもともと子供。遊んでる場所でしょ。そう、ここは多分もともと子供が遊んでる場所なんだけど。こんちゃこんちゃ。かわいいの顔。怖い。これ怖い。まあ本当このようにガランとして全部こう撤退したっていう感じですね、企業も。あ、ロボットか。人いないのにロボットいるって不思議やな。まあこんなんなんかもうその子供の学校、まあ。なんやろな、これは。まあ、そこはダンスの学校とか、まあ、教室ですね。ダンス教室とか、いろんなこう教室なんですけど、こういうのはもう全部閉まってますね。2019年から止まったまんまです。あ、ダンス教室やな。ここバレエやね。
バレエなんですけど、もう人がいなくて、ここもこうやって鍵閉まってますね。あ、またいた。你好。你好，我在听。你干嘛呢？我在想怎么能逗你开心哦。すげえ。我想去厕所。地図調べてる。路线规划好了，手机扫码可以随时查看路线哦。地図。哇！ここに厕所ある。あ、これまっすぐ行ったらいけんねや。谢谢你。不客气，如果你需要，随时来找我。再见。好的，欢迎下次再来哦。欢迎下次再来。店舗はあるんだけど。え？店舗ある？ある。なんかあるけど、もう閉まってるわ。もう全部こう閉じられてる。これエレベーターはまだ動いてますね。まあやっぱ若干お店があるから、エスカレーターは止めてるけどエレベーターは動かしてない。そうだね。じゃあちょっと一回行ってみようか。いいかい、はい、まあこんな感じでね、結構中は立派なショッピングモールなんですけど、はい、まあぐるっとこのショッピングモール回ってみたんですけど、中がですねもうほんとガラガラで人がもう全然いないと。もちろんもともと立地が悪くて、建てちゃったんですけど、そこにまたさらにこうコロナが来てるんで、もうほとんどの店舗が撤退してるっていう状態です。日本でなかなか見かけない光景をちょっとお見せしたいと思います。ここですね、実はこのショッピングモールを作った会社があるんですけど、この会社がショッピングモールを建設してる途中に倒産してしまって、まだそこが建設途中のままずっと残ってると。日本ってあんまこういうところないと思うんですけど、これもう数年間この状態で放置されてるんですよ。店舗を作るのか、もしくは駐車場を作るのかわかんないんですけど、ずっとこの状態で放置されてるんですよ。で、もう会社が倒産しちゃってるんで、その工事もできないし、まあ、新しい開発会社が開発するに買い取るにしても、まあ、ここ立地悪くて集客が見込めないんで、多分まあどこも買わないと。で、まあ、このような状態で放置されてるというような感じです。地下1階になるのかなに、まあ、ゲームセンター、インターネットカフェ、バーがあるんですけど、これも全部潰れちゃってます。多分、ね、インターネットカフェや。真っ暗、見えない。見えないです。音がある。音が聞こえるから多分カラオケは開いてるな。前台没有人了。哦，那么那样？对对对。コロナの前は空いてた感じするな。え？だって中に充電場のあれとかあって、貸し出し充電器とかあったから、ここはやっぱかもしれないな。うん。だってカラオケってずっとオープンできなかったでしょ。まあ、うん、確かに。2、3、4、3ヶ月ぐらい営業できなかったから、やっぱそれで撤退したんちゃうかな。ここにこういう張り紙してあるんですけど、まあ将棋の大会の広告なんですけど、これ見てもらうと1月21日なんですよ。なんでここはやっぱりコロナ以前は、まあ、少ないにしてもまだこう人はいて、こうお店もオープンしてたっぽいですね。ただやっぱりコロナが来て、カラオケバーとかあと商業施設は基本的に
まあ、1月、まあ、だから2月、3月、4月ぐらいまでは、かなり制限かけられて開業ができなかったので、その間の3ヶ月、2、3ヶ月ぐらいでやっぱり撤退していったところがほとんどだと思います。ちょっと時が止まった感じですね、この辺は。これはね、怖いな、やっぱり。あ、そうです、怖いですね。はい、今日は中国経済光と影の影の部分を見ていきました。もともと立地が悪いところに建設されてるとか、あとは、まあ、建設会社が倒産して、開発が進んでないっていうのもありますし、まあ、そこに加えてやっぱコロナの影響でかなりの、撤退した企業が多いと。まあ、本当にさっき最後の方で広告張り紙があったんですけど、それも言った日にちは2020年1月の21日で、もうそこから本当にこう時がピタッと止まったような感じで、もう店が全部こう撤退してると、人がかなり少なくなってるというちょっと風景を見てですね、恐ろしいなと、思いました。中国もですね、まあ、発展目まぐるしい中国なんですけれども、まあ、やっぱこう発展していってる部分と、まあ、こう廃れていってるというですかね、まあ、そういうところがあるっていう、ような映像でした。それでは今日はこの辺で、よければいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、再见。